皆さんこんにちは、バードスタッフの吉田と申します。2022年入社の新人社員です。私の趣味は生き物の行動を観察することです。当園で飼育されている動物はもちろん、富士花鳥園の周りには野鳥もたくさん遊びに来るので、毎日いろんな鳥を見ることができてとっても楽しいです。私の一押しスポットはポンちゃん神社です。ここではアフリカオオコノハズクのポンちゃんが神様として頑張ってくれています。寝ていたり羽繕いをしていたり、何かに心を奪われていたり、またちょっとだけ怒っていたりと、表情が豊かで見ていてとても楽しい子です。そんなポンちゃんにぜひ会いに行ってあげてください。こちらは白フクロウののぞみくんです。2011年7月生まれの11歳の男の子です。毎年冬季限定でバードショー頑張ってくれています。普段は人見知りでとても恥ずかしがり屋さんなんですが、バードショーの前はスイッチが入るらしく、紹介状を目にするといつも待ちきれずジタバタしています。そんな可愛らしいのぞみくんの姿、ぜひ見てあげてください。クラウドファンディングではのぞみくんセットもご用意しております。のぞみくんセットでご支援いただくと、フクロウの羽や白フクロウのコースター、水鳥の餌の富士山盛り、また年間パスポートなどの素敵な返礼品をお送りいたしますので、ぜひご支援のほどよろしくお願いいたします。期間は1月20日までで、目標金額は500万円です。鳥さんたちのご飯代や暖房費として大切に使わせていただきますので、どうぞご支援のほどよろしくお願いいたします。撮ってます。のんちゃん。